対決作サクセス実況14回目の今回戦う選手は中日ドラゴンズに所属アルモンテと対決だい。今年2018年新加入の選手ですね。このアルモンテが現在ヤバめな成績を残してるわけ。こちらをご覧ください。すごすぎてすごすぎる。いやー、予想をはるかに超える活躍っぷり。ここ最近の中日ドラゴンズはなんかいい助っ人選手を取りまくってますね。いや、ゲレーロのね、後の背番号42番を背負ってますが、ぶっちゃけ今のゲレーロ以上のほんと活躍をしてるわけなので、巨人ファンのピーマンからしたらかなり複雑な気分よ。ゲレーロいらない、こっちちょうだいってなっちゃうわ。今画面に映ってるのが今回戦うアルモンテの能力。一番高いのがパワー B の70ですね。そしてミートは D の50と、まあ、シーズン始まる前に査定して作られているので、リアルなアルモンテの活躍を見たらですね、ちょっと能力的には低さを感じますけども、それでもなかなかの選手ですよ。その上流し打ちと、あと選球眼がついている。これついてる選手っていうのはペナントで回せばかなりのフォアボールを選んでくるので、まあ、出塁率が高くてパワー B の70ということを考えれば、長打もかなり打ってくるんじゃないかと予想しますので、今回サクサク説で作る選手というのはアルモンテ以上に出塁率が良くて長打打てる、そんな神を作ろうぞ。今回作る選手の利き腕設定は右投げの両打ち。アルモンテ同様スイッチヒッターの選手を作り、球団設定は中日ドラゴンズで、で持ち込みアイテムはね、どうしようかな、まあ、ラッキートレジャーカードがあるので、ラッキートレジャーカード、そしてもう1枚持ってるとちょっぴりいいことがあるらしい新竜カード、この2枚で作ってみよう。レッツ対決サクサクセス。ステージ1やるしかない。ヤン初期能力はこんな感じで、ステージ1から青パネルもいっぱいある。いっぱいじゃあ踏んでね、強くなっていかないと。まあ今のアルモンテは守備能力がない選手ですので、まあそういう部分で差を開けていくっていうのもありだよね、守備の部分でね。まあ打力で勝ちつつ守備で勝つ、そんな選手作れたら最高やん、楽しいやん。そういう選手を作ればええやん。スイッチヒッターでね、守備良くて走塁良くて、松井和夫じゃないですか、打力良くてね、なんならトリプルスリーを達成できるような選手今から作ろうか。おいおいおい、じゃ選手は誰だ。はい、弾道上げてくれたね、センキュー。名古屋ドーム広いからね、ホームランを打つためには弾道がかなり必要だ。東京ドームとかハマスタでね、そんなホームランを打つような選手を作るつもりないから、そこでしか稼げない選手なんて俺は魅力を感じないからね。名古屋ドームで打ててこそ本物ですよ。松井秀喜ももうね、名古屋ドームでかなり打ってた選手ですから、そういう選手を作ろう。まあ弾道がこれで4になったので、あとはパワーを上げていくだけだね。パワーだけじゃない、いろいろと上げないとね、足りないものが多すぎるぜ。パネル追加センキュー。いろいろと本当にワクワクしてきたぞ。まだまだ強くなれる、いやまだまだ強くならなければならないからね。いろんな能力上げまくるよ今のところね。走力が一番高いっていうね、アルモンテはそういう選手ではないが、アルモンテにないものを手に入れつつまだまだやっていこう。ステージ3、2を終えて次ステージ3ですね。え、ちょっと待って、宝箱がないということはもしかしたら久々に来たかもしれんぞこれ。間違いないですね、見てくれ。はい、パネル転生ゴッドの誕生だ、間違いないですよ。おイエス、ほう、やばい、最後の選手を作る。アルモンテなんてもはやどうでもいい存在だわ、今の俺からしたらね。来ました来ました、来ちゃいましたと。さあ神を作るぞ、みんな目を離すなよ、俺は今から神を誕生させるから。神ってそんな軽々しくできるもんじゃないけど、今の俺なら軽々しく作れるんだ。これはやばいね、これはすごいことになるね。で選手もちょっとこっち来ておくれ、転生しまくるからね。まあ、基本もういつも言ってますが、おにぎりパネル組むのが、一番大事ですから、まあ、体力回復しつつ、そしてまあ宝箱も転生するということを考えればそれも取りつつね、ラッキートレジャーカードあるからね、ちょっと変わるなよ。あー、なかなかね取るまでに時間かかるとですね、すぐ転生しますから、すぐ取りに行かないとダメなんだよね。選手かも、よし、誰だ、野本。はい、パワー7上げてくれたね。でもこんな選手で終わるつもりはさらさらない。宝箱が来てる、一回シャッフル組みましょう。どうだ、おお、チカ君来たね。オッケー、変わるなよ、変わるなよ、おーしよし、変わらなかったね。オッケーオッケーオッケー、ちょっと体力回復していかないとね。新パワー超人ね、ラッキートレジャーカード持ち込んで正解でしたね。オッケーオッケー、回復パネルがない、嘘だろ、ちょっと回復しないと神が誕生できないんですけど。あれね、あれね、下ね、変わるなよ。
いや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 、それ変わられたらちょっとあかんやん。ちょっと待てよ、これちょっとまずいですね、これ。あ、よしよし、1回踏める。うん、7、それでも7回復。もうここはね、とりあえず回復ルートに入らないと強い選手ができない。ちょっと余裕がねえんだよな今の俺。あ、よしよし、8回復とかな、豪快によろしく。どこだ、1回シャッフル踏もうか。全然余裕がない、心の余裕を持ちやりたい。あ、来た来た来た、変わるなよ。いや変わるな。あ、でも宝箱来たんでいいや。オッケー、中身はパワー超人で、いやいやまだ弱いんだよ。転生パネルということを考えればもっと神にならなければならない。神とはちょっと程遠い存在よ今のこいつ。あれ、おにぎり取りに行けるかな。どうだ、行ける。いやもう変わるなよ、変わるタイミングがちょっとねやらしいわ。はい、でここで一気に10回いく。これはありがたい。そうだ、まだ終わらせねえ。無限にプレイするつもりで今俺やってるんだからね。はい、宝箱も来た。オッケーオッケーオッケー。中身は真相力超人で、やばい、ほんとトリプルスリーいけるかもしれんぞこれね。夢じゃねえ、夢で終わらせねえよバカか。僕の夢でしたで終わらすわけねえだろ、現実にするんだ。おにぎりパネルがちょくちょくない瞬間があるんで、それがちょっと辛いけどね。あー、どうだこれ、宝箱どこに行く。あー、遠いな。ちょっと待って、残る体力考えたら早く転生して。あー、ちょっともう終わりかな。もっと豪快な神を作りたかったが、おにぎりパネルが遠い。補給超人で、まあもっと強くしたかったんだけど。どうだ、近くにおにぎりは、あー、上にはあるけど、もうちょっと取りに行くのはやばいっすね。まあもうここはこれで終わるのが正解でしょう。次ですね。うまくハマればほんと無限プレイが可能だからね。まあでもこのシリーズ初めてかな、転生パネルっていうの。なかなかなかったような気がしますが、まあでもだいぶ強くなれたのでね。さあ、これからはもうあとは失敗しないようにしつつ、まあさらにまだ上のステージに行ける、そんな怪物をね作っていかないと。ここがお前のゴールじゃないでしょ。待てよ、これゴールいけるか。 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 宝箱が取れないねこれだとね。嘘でしょ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 ギリギリいけねえんだよな。ならば取れないから、しゃあないわ。とりあえずクリアを目指す。このままいけば、まあアルモンテン勝てることは確実ですから。くんなよ、いや、くんなよ、もう神竜カードがあるからね。もしかしたら可能性としてはね、吹っ飛ばされてもダメージを得ないという確率もあるが、もうこれだったらはめるしかないですから。あ、野球マンの登場、ありがてえ。ほんで野球マンどこだ、下か。救われたね野球マンは。あー、そこなのでちょっと会いに行くのは困難だな。気分乗る、よく乗るねお前ね。いや、もしかしたら会えるんじゃないか。いや、でも待てよ、選択間違えばね、これ終わりですから。野球マンこっち来てくれないと詰むんだよな。いや、もう来てくれること信じて。はい、いや逃げないで、逃げた終わりだから。いや、持ってたカード落とす。止まれよ野球マン、止まらないと俺死ぬから。あ、よーしよ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 し、センキュー野球マン。今危なかったね、止まってくれなかった、本当終わってたから。で、そこのおにぎりパネル踏んで体力回復して、3の身の回復か。ねえ、ちょっとね、シャクル踏んで近くに宝箱が来てくれたら助かるんだが、あー、もうちょっと距離的には取れないね。ならばこのステージはこれで終わりにして、最終ステージと行きましょうよ。いろいろとなんか救われた。ね。で、最後宝箱2つもあるよ。それ取って終わるのが正解だね。ちょっと待って、これ踏んだら全部補給パネルに変わるんだけど。嘘でしょ？でも踏まないともうこれ先行けないからね。もうダメだわ。しゃあないわ。あとはもう宝箱で能力上げるだけ。中身は総力超人ね。おいおいおい。アルモンテとの対決だっつってんの、そこまでの総力手に入れてお前何しようとしてんねん。まあ、足はある方がいいんだけどね。ね、もう一つの宝箱はそこかい。やー、もうこれちょっと無理だね。残る体力考えたら。あそこ取りに行くことも無理だし。赤が多い。固まりすぎだろ、お前ね。肩力7アップ。で、やっかー、もう彼も来たし。あ、でもうまくいけばカレンハメいける。あー、パワーちょっと下げちゃったな。あー、ちょっとカレンハメ難しいね。ならばもうこのステージで終わって終了で OK でしょう。なんだろうね、いい選手ではあるんだけど、もっと高みのステージに行けたということを考えれば、ちょっと心にモヤモヤ感があるね。やっぱこのレベルで終わっちゃダメだったよ。ステータスは377ですから。いや、しょぼいねー。もっと上いけたでしょ。まあ、この対決の勝敗に関してはもうすでについてるもの、どっちが強いか能力の時点でわかるだろ。でも、これじゃあ俺は満足しないし。
もう一回やり直したい、もう一回あのステージ3から始めたいわ。そんな能力誰か持ってない？持ってたら俺に譲ってくれ。そしたらもうステータス600、700超える、なんなら999いくような、そんな選手作れたかもしれない。でも人は過去に戻れない、今を見つめて未来を目指して走っていこう。何の話だよ。今からペナントで回して僕の選手とアルモンテ、どちらが優秀な成績を叩き出し勝つか負けるか見ていくからね。互いの選手をオートペナントで回す際の起用法は、打順は3番レフト起用でいこう。まずはアルモンテから。オートペナントで回したことがないので成績っていうのがねどれくらいになるか分かりませんが、まあさっきから言ってる通りやっぱ選球眼がついてるということを考えればなかなかの出塁率になると思いますので、まあこの対決っていうのはそこで勝敗が分かれるかな。まあどれだけの率を叩き出してくるか見ていきましょう。中日ドラゴンズに所属、アルモンテ1年のシーズン開幕。ジャイアルモンテ1年のシーズンが終了。成績オープン、ダダダダダン。どうだ、うわー、まず打率からして3割2分3厘かい。その上選球が持ちでしょう。いや率は2割8分前後くらいかな、よくてまあ3割ギリかなと思ってたら余裕の3割2分3厘でチームトップの打率叩き出してるじゃないですか。いやもうこれは神モンテさんですね、間違いない。こっちくれよお前、ゲレロなんて返却してやるからよ、あんないらへんわもうね。マジか、ちょっと予想を超えるほどの成績を残してきたので勝てる勝てる豪語してきた俺、ちょっと恥ずかしくなってきたら大丈夫、俺の選手はこれ以上の成績出してくれると期待してるからね。まあその他の成績見ていきましょう。143ゲームフル出場で558打数の180安打、2塁打29本で3塁打は0本、そして本塁打は22本ですね。まあ飛び抜けて打ってるというわけではないですが、この打率でこの本塁打ということを考えれば神モンテさんやね。打点は95打点、得点圏打率は3割4分5厘で得点圏打数が171打数もあって、もうこれだけのチャンスあって100打点届かないっていうのはちょっとねどうなのって感じ。普通171打数あったら行くもんだよ。他球団のね得点圏打数のそのランキングとか見ていくと、まあ、ゲレーロだと96打点で横浜だと100、まあ、でもチャンスには強いですからしっかりと打っている。まあ走者に問題があるパターンじゃないですか多分ね。で得点67得点、三振が102個、フォアボールは45個、50以下、選球眼ついてて言うほど出塁率高くないんじゃないかな。デッドボールは3つ、犠飛が3つで併殺6、盗塁2個で成功率6割6分7、連続安打が13、連続出塁が16、連続無安打が18で猛打賞17回、対右3割1分4厘、対左3割4分6厘で、そして出塁率は3割7分4厘、長打率が4割9分3厘で OPS は8割6分7厘ということになりました。で守備ではエラー2個で守備率は9割8分1、まあ、無難にこなしてるって感じだね。かなりの好成績ではあるんですけど、ちょっと予想としては外れましたね。打率は2割8分前後で、でまあフォアボールをね結構選んできてて、まあ出塁率がねこれくらいになるのかなって思ってたら、フォアボール自体は少ないんですけど打率の分もあってか出塁率3割並ぶ4輪と、ちょっとミーと D であれだけ打てるっていうのもおかしな話ではあるんですが、まあ神モンテさんだからね、そういうことですよ。タイトル受賞なるか、アルモンテどうだ。打率が高いので首位打者の可能性も十分ありそうだが、まずはベストナイン外野部門でアルモンテに筒香にゲレーロ選ばれてますね。なかなかのファイヤーフォーメーションですけどね、誰かに関してはやばいわ。ゴールデングラバー平田、大島、坂口で取れず、中日ドラゴンズから2人選ばれてるっていうね。そして個人タイトルシーズン MVP はゲレーロ、そして首位打者は松山、本塁打王、打点王もゲレーロかい。うわこのゲレーロがいてくれたらちょっと巨人ファンの私ピーマン非常に助かるんですけどね。アルモンテなんていらないってなるんですけど、このゲレーロさんまだリアルで見れてないからさ、ちょっと残念だよね。ゲレーロがやばいっす。ただアルモンテは何もタイトルは取れずですね。個人タイトルを逃したアルモンテ、月間 MVP 受賞なるか、オープン、ダダダン、どうだ？おお !3 ヶ月連続受賞、6月、7月、8月、マジかよ、これね。まず6月が3割8分6厘で8本塁打19打点1盗塁。7月は4割1分6厘4本塁打19打点1盗塁。そして8月が3割1分7厘で、6本塁打22打点という素晴らしい活躍っぷり。ね、総合的な成績っていうのがね、打率3割2分でホームラン22本でしたけど、これあれだね、シーズンの前半ってそんな打って
てなかったんじゃないかな。ね、中盤から後半にかけてこれ打ち始めてきてますから、もしもこれ4月5月がねこの調子で打っていたらちょっとやばい成績になっていた可能性もありますが、3ヶ月連続で受賞できる選手っていうのはね、もうなかなかいないというかいませんよ、そんな選手ね。ただここにいたんです、神モンテさんがね、やばいっす。いやー、当初の予定ではこの対決っていうのはもう能力見た時点で勝ちを確信してたんですけど、あれだけの成績残してきましたからね、まだまだわからない。続けて僕の作った選手をオートペナントで回していこう。僕の作った選手、1年のシーズン開幕 J。僕の作った選手1年のシーズンが終了だ。アルモンテ以上の好成績は出せたのか見ていこう。成績オープン、ダダダダダン、どうだ。おお、率に関しては2割9分1厘ですから悪くはない。まあアルモンテとの差を考えたら相手はいるけどもね。で、試合は136ゲーム7試合ほど欠場してんのか。それがちょっと対決の勝敗に関わってこなければいいけどね。で、打数539打数の157安打、2塁打が23本で3塁打7本、足が速いですからスリーベースも量産しまくりだね。そして本塁打は何本、28、30いかなかったか。まあ、これはフルで出てるか出てないかっていうのもあるんじゃないかな。まあもうたらればになるよね。でも143ゲームフルで出てたら、まああと2本打つのはまあ能力的にそこまで難しい話ではなかったかなとは思うんですけどもね。ちょっとパワーの部分でアルモンテとの差を分けたかったんだが、これではどうなのか。まあその他の部分見ていきましょう。打点は103打点、得点圏打率は3割0分2厘ですね。得点が89得点、三振が113個、フォアボールは63個選び、デッドボールが3つ、儀比が8、併殺が5、盗塁が9個で成功率は8割1分8厘。まあこれはね、起用法とかついてると大島並みにできた選手だとは思うんですが、そういうものがついてないからね、数としてはまあそこまで多くないが、それでも成功率はこれですからすごいね。てか中日ドラゴンズの他のやつひどいだろう。33個やっても7割下回ってた、あまり褒められたものじゃないと思うけどね。で、連続安打が15、連続出塁17、連続無安打19で猛打賞15回、対右は3割0分5厘に対して対左が2割5分8厘。つまりは右の時が打ててない、右打席の時に打ててないっていうちょっと極端な数字になってますよね。出塁率が3割6分4厘、長打率は5割1分6厘で OPS は8割8分というね、まあ好成績にはなりますよ。チーム最高 OPS を叩き出せた。それはいいんだけどもね、もっとすごくあってほしかった。守備ではエラーは3つで守備率9割7分2ですから、あーなんかね、転生パネルで作った選手ということを考えればやはり物足りなさがもう随所にあるよね。あっちもこっちもそっちもどっちも全部やないかっていう感じだけどね。なんかもうすでに反省会開いちゃってますけど、対決に関してはまだわかんないからね。僕の選手タイトル受賞なるか。まずはベストナインは取れましたね。僕の選手筒香糸井、そしてゴールデングラブは取れない。その他個人タイトルは、お、打点王取れたよ。マックス出てないんだけどね。まあすごいよ、中日で打点王って相当価値ある。他に取れますか、他の選手はね、なかなか難しいと思う。まあ得点圏打数も多かったし、何よりもこの選手が打っていたからね。それもあってから打点王個人タイトルいただきました。そしてなんと僕の選手はね、8月の17日対巨人戦でサイクル安打を達成してるというね、すごいね。まあ3ベース打てますから、まあサイクル安打達成するための条件っていうのは揃ってるわな。この選手パワーもあるわけですからね。いや、まさかのまさかですよ。打点を取るはなかなかの好成績だわ、サイクル安打達成するわ、この勝負もうついてないかい。はい、実況14回目、互いの選手をオートペナントで回し終えましたので、今から数字を見比べて、どっちが上どっちが下、負け犬勝ち犬どっちか見ていくからね。互いの選手の成績はこちらです。いやー、悩むところだね。今回の対決なかなか似たり寄ったりになりましたわ。ま、でもね、この数字を見比べた時に僕の中に一つの答えが舞い降り、そして微笑んで笑ってくれているので、今から結果発表といきたいと思います。実況14回目の今回、アルモンテと対決してみました。その結果は、
僕の選手の勝ち、アルモンテの敗北、それでよろしいでしょう。この対決サクサクセスの勝因はですね、やっぱりアルモンテ以上に打点を稼ぎ、そして得点に絡んでいること、そこが対決の決め手になりましたね。野球というのは得点の取るスポーツ、まあ点取りゲーですから、その中でアルモンテ以上にない打点を稼ぎ、で得点もアルモンテ以上に多いですからね、まあ僕の選手の方が上ということになるんじゃないでしょうかね。まあアルモンテもアルモンテで素晴らしいし、やっぱ月間 MVP6 月7月8月と連続で受賞してきましたから、この勢いのアルモンテが4月からいたら、この対決っていうのは勝敗はもう分かりやすく決まってた、アルモンテの勝ちということになってましたが、まあエンジンつく時期が遅かったからね、アルモンテはね。それもあってか僕の選手の方がまあ成績的にも上、 OPS 的にも上ということになりましたので、勝敗に関しては僕の選手の方が勝ちということをさせていただきますが、じゃあこの対決サクサクス、今回は1回回してどっちが優秀な成績を叩き出すかっていうのを見ましたが、これが2回3回と回してどっちがあってなった時は、ちょっとアルモンテの方が上かもしれないね。シリーズ初対決になりましたが、まあアルモンテに勝利、ただこれは本当の姿のアルモンテではないですから、まあセルで例えたら第一形態、フリーザで例えても第一形態ですからね。戦闘力53万、強いっちゃ強いですから、さらに上を隠している、アップデートを重ねることによってまだまだ強くなる選手ですから、まあ、そのアップデートを重ねたアルモンテに勝てればいいなと思います。今後の対決サクサクセスでも、そのアップデートを重ねて強くなったアルモンテとも対決していきますのでね、次回の動画ではもっともっとハイレベルな戦いになる、そういう選手に挑んでいく予定ですからね。まあ、今回勝ったように次回も勝てるよう頑張っていくよ。ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。次回の動画もお楽しみにね。グググググバイ、またおう。